まずいわゆる文化の表皮、博愛、仁愛、正義、人道、礼儀作法などで粉飾してある人間の皮を一枚むくると、その下からは野蛮人もしくは原始人の生活心理が現れてくる。この事実を最もよく立証しているものは無邪気な庄子である。まだ文化の皮のかぶり方を知らない庄子は、同じように文化の皮のかぶり方を知らない古代民族の性格を至るところに発揮していくので、棒切れを拾うと戦争ごっこをしたくなるのは部落と部落、種族と種族の間の戦争行為によって生存競争を続けてきた、いわゆる好戦的な原始人の性質の遺伝、すなわち細胞の中に潜在して伝わってきた野蛮人時代の本能的な記憶が、棒切れという武器に似た格好のものの暗示によって刺激され、目覚めさせられたものである。